どうもこんにちは野村さんあのサイトの方を送っていただきましてありがとうございます拝見しましたけどもまあぶっちゃけこのサイトでは商品売ることは難しいんじゃないかなと思いますねあの実際売れてないと思いますしこれはね商品を紹介しているようであって集客もしてないし販売もしてないんですよね、まあ、ですんでこのサイトを単体で売ることは難しいんでどこかで強力なプロモーションをかけてその結果ご購入はこちらっていう形にするならまだ使えると思うんですよ えー、EC サイトに関しましてはあのー、やっぱフロントサイトっていうのとねあとはコンバージョンサイトっていう考え方があってフロントサイトっていうのはとにかくね人をを集めて、えー、興味付けすするサイトなんですよ、ね、まあそういった意味であの有名な YouTuber さんとコラボレーションする のののの動画ななんていうのはそのフロントトサイトに当たるのかなと思いますつまりはアクセスを集めてこの人が紹介する商品だったら買おうかなって購買意欲を高めるための演出をそこでするわけなんですよねそうなって購入するところはここですよって言ったらもうクリックした人が大体買うっていう流れになってコンバージョンサイトつまりはカートなるサイトに移動するってことですその時にこの EC サイトがあるんだったらこれ売れると思いますただねやっぱりこう何気なく商品を探してる人が まああのいた,だいたサイトを見てねあの買うなんか気持ちになるかってことなんですよとりあえずトップサイトを見てまあページ内を徘徊するモチベーションになるかなっていうことなんですよねちょっと残念ながらそれはならないんじゃないかなと私はまあ思うわけなんですよあのまあちょっとねあんまり、えー、耳に優しいことを言ってないような気がしますけども、うん、一応私なりにこうコンサルをね させてていいいいただいているというででお話しますんでどこが悪いかっていうのは確かに受け止めにくいところだと思いますしこのサイトもあの思いある方が作ったと思うんですけども結局はねサイトを作ることよりもどうやってそれを使うかの方がすごく大事なんですよだからデザインの素晴らしいサイトとかバランスのいいサイト、うん、見栄えのいいサイトがこれウェブデザイナーさんが作るのはこれはね本当皆さん作れるんですよすごくデザインのいいサイトはでもデザインが悪いサイトでもちゃんと売れるんですよね うんまあ、そういうふうに、えー、していく人があまさにサイトの運用が上手な人ってことなのかなと思いますけども、うん、そのためにもやっぱりねイベントをバン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 打っていってそのイベントで購入のモチベーションが上がった状態で、えー、いただいたサイトに誘導するみたいな形にした方がいいかなというところですかね、あのー、全部が全部いけないってわけじゃないんですよでもやっぱりこうどう使っていくかってところが、うん、やっぱり 結果に結びつかない原因なんだろうなっていうのは、うん、まあ私が勝手なことを言ってるわけじゃなくて、客観的な数字としても出てるんじゃないかなと思うんですよ。で、例えば私がね、いただいたサイトを、これを紹介しようと思っても、どう紹介すればいいか結構困るんですよね。うん。あまあ、こう言ったらね、ちょっと気分を壊すかもしれませんけども、あの、より良い売り上げとか、それからこの商品を売るための実現のために、まあちょっと汚く言わせていただくと、じゃあこのサイトを紹介してくださいって私が言われた時にね、あの、 このサイトのその、持ち味っていうんですかね。じゃあここで商品を買う理由は何ですかっていうのが、まあ見つからないわけですよ、うん。価格が安いわけでもないですし、有名人が紹介してるわけでもないし、世の中でブームになっていて、もう品がれ商品がここしかもう扱いませんよって形で、えー、希少性があるわけでもないですし、限定性もないですね。季節感もないんですよ。うん ま、ひどいことばっかり言ってる気がしますけども、必ず役に立つと思いますので、もうちょっと聞いてくださいね。例えば、サイトをあ、あの、訪れた時に、これ、今、何月何日あたりなのかなってことが想定できないんですよね。えー、当然、あのー、今回、ゴールデンウィークがあって、子供の日っていうのがあるわけですから、子供の日に向けたプロモーションがありましたかとか、じゃあ、子供の日が終わりました。ゴールデンウィークが終わりました。じゃあ、次は何に向けて、えー、お客様を、 このサイトの中で楽しんでいただくんですかっていうのも、これもちょっとね、見当たらなかったんですよね。ただこれは一年中、全く変えなくても通用するサイトになってしまってるんじゃないかなという意味で、やっぱりイベントですとかね、シーズンっていうものを意識させるための演出は咲いているかなと思います。これはね、あの、実際にリアルな店舗に、リアルな店舗って変な発音 <laughs> ですね。リアル店舗に行くとよくわかるんですよ。リアル店舗ってのはもう、ね、例えば、 あの、バレンタインの時期っていうのは、別に2月14日って書いてなくても、なんかバレンタインをね、意識させるような、そんな、店構えとか、商品構成とか、店内のレイアウトになってると思うんですよね。それこそ、店内レイアウトって、売り場がよくあっとね、常にしてる状態なんですよね、店舗っていうのは。そうすることによって、もう何度も来た人でも、また来たくなるようなね、そんな、あの、リピーター作り、来店のためのリピーター作りをしてるわけですよ。で えー、自分で運用してるサイトがね何回も来たくなるようなサイトになってますかと1回行ったらもういいわになるかそれとも1回行ったら次見に行ったらどうなってるだろうって期待させるものになってるかどうかっていうこれも大事なんですよこれはですね同じ人を何回も何回も来店させて来店頻度が高ければ購入意欲も高まっていきますからねただ1回来たんだけどもじゃあこのサイトもうあんまり何度も何度も来るようなことではないかなっていうふうになっちゃうとう当然売上はきついかなとリピーターも生まれないかなってことになります まあそういういにね、まあ、サイトの回帰性っていうんですか、うん、過去に行ったことがあるサイトにまた行っちゃったみたいなそんな仕掛けも必要かなそのためにやっぱりねあの月に1回は更新されてるって感じかなと思いますそれからあの最新情報みたいなのをやっぱりこう載せておくっていうんですか画像もすごく大事なんですけどもあの文字で訴えるメッセージも 少しはないといけないのかなと思っんですよね。まあ、あの、今私がずっと言ったのは、このサイト単体の話なんでね、もしかしたら、他にすごくいい仕掛けがね、インスタグラムとかでされていて、で、こっちに落とし込んでいるのかもしれませんので、その辺はちょっと差し引いてね、聞いていただければと思います。で、これまで SEO 対策をしたけども、ちょっとアクセスはどうだったのかなとかね、アクセスはどういうふうに変化してきたのかなというアナリティクスの分析とかね、これもすごく重要です。 海外インフルエンサーにて宣伝ということですけども、インフルエンサーの影響力っていうのは、お菓子に特化したものなのか、それとも食品なのか、それとも全く別のね、単なる映える画像ばっかり送ってるのか、それでも全然こう変わってくるわけですよ。それから SNS の活用。これも SNS をどのように活用してるかってことなんですけども、YouTube を活用してるのか、Instagram なのか、Twitter なのか、そしてそれぞれのフォロワーはどういうふうになってるのか、あの、フォローバックが起きてるのかとか、他の SNS の向こうの方では自分のサイトをシェアしてもらってるのかどうかっていうふうなね、 やっぱ SNS の活用ってのは自分の情報を誰かがシェアして拡散されてるっていう拡散してくれる人がね要するにインフルエンサーでなくても10人とか50人でもいいんですよ10人単位でもいいんで拡散してくれてる人が何組いるかってことがね SNS が活用できるかどうかの分水嶺になってきますからねでチェックアウト離脱生のアンケートああこれねはいやってますねやってることもありますねででトランンザクションで 1> 1件の売上まあこれはねこんなもんですよ半年間で1300っていうのは少ないですねどっちかっていうとだからアクセスは半年間で1300っていうのはアクセスが集まってないのと同じぐらいの厳しさだと思った方がいいですねで1 0 0い大体ねなんか1000密とか言いますけども1000件のアクセスで売れるのはやっぱり1個か2個なんですよまあ昔は1000件中3個って言われましたけどねで1000対1ぐらいの関係ですよね だからここ自体はそんなにおかしくないです。だからこれが、あの、1ヶ月で1万トランザクションぐらいになると、1ヶ月に10件売れるっていう計算なんですよ。だからここはそんなにおかしくないんじゃないかなと思いますよね。だから大量アクセスで売っていくって、その大量っていうのがね、どんな単位かっていうと、10万とかなんですよ。月に10万とか、やっぱ100万とかになってくると、これは強力なあインフルエンスしてる、宣伝してるってことになるんで、広告の効果に等しいわけなんですよね。でも1ヶ月にに万っていうのはそんなに 大量のアクセスでではないんであの半年で1300って言ったらアクセスがないのと同等ぐらいにやっぱりこう自分の数字に対するね、えー、基準値を変えた方がいいかなと思いますね。まあ、でアクセスを集めるためにはさっきの今までお話したようなあのサイトのインフ,何フロントサイトとか、あのー コンバージョンサイトっていう考え方とか、それからサイトの更新をやっぱりね、月に1回ぐらいしていくこととかっていうのも大事です文字で訴えかけるところも絶対いります。文字もダラダラと長いんじゃなくて、キャッチコピーをバシッとね、月に1ペンぐらい書いていって、えー、次は何のために商品を買う必要があるのかってことを演出することですね。まあこれから母の日もありますけども、母の日の演出は今回のサイトではちょっとね、語られてなかったんで、そういうのもなかったかなと。 お母さんにお菓子を送りましょうっていうね、この、ワンワードだけでも、あ、母の日が来るんだっていうふうに意識させると思うんですよ。何もないときは、お誕生日に近い方に対して訴えかけるために、バースデープレゼントにお菓子の詰め合わせをっていうのをね、何もないときは、何も思いつかないときは、そういうのをぶち込んでいくとかってことですかね。えそれから、アンケートの実施ですよね。うん。だから、あの、扱う商品をどんなときに、あの、欲しいと思いますかみたいなこととか、うん。それからね、まあ、年齢とかね、 サイトに来た人の年齢層とかっていうのも、本当に来てほしい年齢層にマッチしてるのかとか、それからどんな場所からのアクセスがあるのかとかね、まあアンケートで聞くことっていうのは多々あると思いますけども、アンケートも量があればね、答えてもらえないですし、量が少なければ参考にならないしって感じで、アンケートにもね、プレゼントをこう、あげるからアンケートに答えてねっていう形にした方がいいかなと思いますね。そういう意味でも、あの、まあ今回扱うのがお菓子なんで、お菓子のね、あの、 ちょっとこぼれ話とかね。そういうのもあったらいいですよね。かバレンタインデーはどうやって、なんかどういう由来で生まれたのかとか、あなんでクリスマスには、あーなんかプレゼントを贈る習慣、そして靴下をぶら下げる習慣ができたのかみたいなね。まあクリスマスは必ずしもお菓子とは関わりがないかもしれませんけども、ただお菓子が大量消費されるイベントであることは間違いないですからね。だからクリスマスセットみたいな感じで、これさえあればクリスマスの演出は全部揃いますみたいなね。それこそ、 あの帽子があったりとか、クリスマスのこの飾り物があったりとか、ちっちゃいツリーがあったりとか、それでいて、お菓子がいくつかあったりとかして、これを買えばもうクリスマスの演出はもうできますよみたいなやつをね、そういうセットを作ってあげたりとかっていうのもあるかなとま。まだまだちょっと話したいことはありますけども、あの、 アップアップしちゃいますんで、ね、この辺にしときましょうか。<laughs> はい。まあでも本当あの頑張ってほしいなと思います。私もね、もう自分の商売のように思ってるんですよ。特に私あの自分の視聴者さんとかリストの中であのスタッフさんをね野村さんにおつなぎしてるんで、なんかその人たちがちゃんとあのね仕事を探して仕事を野村さんにいただいて給料がいただけてるかなっていうのもすごく心配になってくるんですよね。ーはい、えー。ということでございました。あの いろいろとありがとうございます、本当に。これからもよろしくお願いします。